日本に来た韓国人は何がしたいのか、うん、やり続けてるっていうのもいいし、これからもずっとやりたいっていうことでもいいので、うん、今何ですか、今すぐ、今すぐ皆さんこんにちは、ジンです。ジンさんです。何今日は可愛いふりをする嘘の人生をお前初っ端から出しちゃうっていう、真似しただけよで今日はですね、日本に来た韓国人は何がしたいのか、何がしたい、うん、まずまあ何も考えないで 今すぐ日本ですよ、まあ、韓国から日本来ました、まず来た瞬間、その瞬間の話でもいいし、そうね、あの今10年ぐらい住んでてずっとこれはやり続けてるっていうのもいいし、これからもずっとやりたいっていうことでもいいので、うん、今何ですか、今すぐ、今すぐ、すぐ 何したいですか、日本だから、韓国はできない、私だからなんかサムギョプサル食べたいっていうのはダメだよ、日本だからできる、アルプス行きたい、え、あ、南アルプス、中央アルプス、北アルプス、そうそうそう、なるほど、あ、さすがに、さすがですよ、韓国も山綺麗ですよ、険しい山たくさんあって、ソラクサンとか、うん、綺麗な山たくさんあるんですけど、韓国は登り応えがあってモミジが綺麗ってイメージ、うんうん、で日本のアルプスは本当にアルプス、まず歩くところは普通の平たなところなんですよ、ずっと、でそのところになんかこう湖みたいなのがあって、そうそうそう、渓谷が見えて、すごい遠くの雪が積もってる山のこうそういうのが見えたりとかそうで実際登ってみると本当に真夏にも雪が積もっている北だけ、ね、北だけ南アルプスね、あと千畳ヶ岳、戦場ヶ岳行ったね、カイコマヶ岳、私個人的にカイコマヶ岳が一番辛かった、死ぬかと思った、あのマップを見たら水すく場所があって、水少なめで持ってったんですよ、500ミリを、長女で何を食べたかったかっていうとインスタントラーメン食べたかったんですよ、辛ラーメン500ミリじゃないですか、しかも重いって言ってお水持っていかなくて2人で500ミリ少しずつ飲みながら行って、そこで本当にこう水少しだけ入れてラーメン食べたような記憶が、ね、でも一緒に行った人は水が足りなくて、それもなくて、そう、ね、ラーメンを生で食べましたしかも一気に天気が変わっちゃって雨降ってきて、だからとりあえずお水だっていうことで死なないねって思ったんですけど、遭難するかと思った、遭難するかと思った、ね、本当やばかったよね、だから日本の山は韓国に比べて険しいくはないかもしれないけど、この施設途中でこう水すく場所がないなくて、うん、気をつけた方がいい、そうね、でも本当に韓国ではもう見たこともない景色が広がってて、わあもう日本に来て、まあ多分一人だったら絶対登ることなかったと思うんですけれども、当時ジンさんがそういった趣味があったので一緒に登って、すごく素敵な思い出が作れて未だに覚えています。ちなみに私が日本で登山、あ、韓国でも登山好きだったんですよ、私のお父さんがもう山大好きで、普通の人が入れないグリーンベルトのところも入れる免許持ってるんですよ、うん、あとランをやってて自然大好きで、山、そうそう、山で走る人間なんで、うん、うちのお父さんはだからそういうところも好きなんですけど、私もだからいやいやしながら、まあ、ある程度かあの山登りの経験を持ってて、ただ体力がないですよ、扁平足で体力もないし、ただ景色見たりするの好きだから、日本ではまあ初心者っていう気持ちですごい、まあ初心者の山を登ることにしたところが、東京で一番高いと言われる雲取山を真冬マイナス8度の時に登りました。しかも一泊でテント泊で登っただけじゃなくて寝てたんです、そこで寝てました、一泊で行きました。で、5時間半って書いてあったところが、日本の山って寒いと思ってダウン着てたんですよ、ダウン着てて30分歩いたら汗だらけで全部抜いて、私たち初心者だったから何も知らなかったんですよ、テントはいいやつ買ったんですよ、ほんと2キロぐらいで3人寝れるようなすごいいいやつ、うん、買ったのに下に敷くマットあるじゃないですか、これが買うのを忘れてて、まあ何でもいいでしょと思って普通のキャンプ用持ってたら、サイズがもうバズーカぐらいのやつなんですよ、だから後ろに乗せたらこうなんですよ、通る人に何て言われたかというと邪魔だよって言われてすいませんって、しかもテントは2キロなのにそれが4キロなんですよ、まずそこでおかしいでしょうよってあとお水1リットル2リットル持っていくのに水手負いません、一人で4リットルじゃないですか、しかも韓国人の特有の問題がお酒をまたビールの500ミリの6パック持ってったりとか、そうで私のその時に背負ったものが初めての日本でのテント泊なのに19キロ
ジェイちゃんも11キロぐらい。久々軍隊並みの重さを感じましたね。軍隊のやつが20キロですからほとんど、ま、同じ。それが、まあ、4年ぐらい前のこと話かな。雲取山は4年前ですね。そうですね、うん、で最後に登山してしたのが金時山。金時山だったり、よく妊娠した時だね。うん、そうね、妊娠したことを知ってから登って気をつけて登ってたんですけれども、うん、高尾山とか。高尾山行ったりとか。もう妊娠したことは知らなかったんですよ、当時。知らないまま登ってったんですけど、でもまあ高尾山は楽じゃん。楽ですね。そうですね。高尾山は素足で走りながら足の親指だけで私登れます。本当に嘘です。で私は外出自粛の時期だからこそ山登りたいです。登りたいね。ぴょぴょぎを預けないといけないじゃん。でも朝早くからだから丸々1日ぐらい預けてくれないといけないから、うん、まあ一緒に登る、来年ぐらいは一緒に登れるかな。でまたぴょぴょぎ疲れるとこう男性とかがこう後ろに背負うバッグ買うじゃないですか。それ私じゃないですか。またでぴょぴょぎ今12キロぐらいなんですよ。やばいなと思うんだよね。厳しいかな。厳しいね、うん、で山の話だけこんな長くなっちゃったんですけど、まあとにかく山登りたいっていう、山登りたいっていうの気持ちわかります、うん、私一番良かったところは、まあ、いろんな山行ったんですけど、まあでも20個ぐらい山、その中で北だけがやっぱり一番好きだった。で私一番やりたいっていうのはまずちょっと静かに過ごしたい。韓国でできないんでなかなかできないんですよ。でも日本ではできるんですよ、うん、だから日本でしたいのはまず今思い出したのはちょっと静かに過ごしたい、うん、まあ、公園でもいいし何でもいいし、静かにいられるし誰も声かけてくれないから珍しいでしょ。多分日本の皆さん普通に静かな生活してるからこういうのがどういうことって聞くかもしれないですけど、韓国は家にいるだけでもお母さんからすごい言われるしお姉さんにも言われるし、まあ、エレベーターとかゴミ出しだけでも声かけられるし、なんか違うんですよ、うん、そう。あとソウルが家だから、うん、ソウル人口密度がもう東京の2倍ぐらいあるじゃないですか。まあどこ行っても人ゴミゴミで、まあ、疲れたりするんですよね、うんうん、あと私は日本でしたいっていうのは、まあ、キャンプ、うん、あのなんでキャンプかっていうと別に私の趣味がキャンプだからじゃなくて、キャンプの趣味は日本に来てから持つようになった趣味なんですね、うん、まずあのキャンプ道具とか、まあ、韓国もいろんなものを出してるから今豊富で、まあ、すごい奇抜なアイテムたくさんあるんですけど、うん、問題はね韓国はまだキャンプキャンピングのちゃんとしたこう文化、あのマナーがちゃんと定着されてないような気がします。日本はあのバブル経済、バブル時期30年ぐらい前からすごいあのお金もらうようになってて、何をしたかっていうとみんなの別荘買ったりとかキャンピングカー買ったりとか、皆さん多分まあこの動画を見てるも50、60、70代のお姉さんお兄さんたちが多分そういう経験あると思うんですよ。あの周りの人がもしキャンプ好きな人いると思うんですけど、そういう理由がやっぱりあのお金を持ってる人、裕福な、 しかもただのバブル経済じゃなくて、日本はそもそもあのそのマナーっていうのが先に定着した後にバブル経済の時期が来て、それがちゃんとこうマッチングされていろんなキャンプ場ができて、そこでちゃんとマナーを守ってやっているっていうのがすごい良かったの。でそこから生まれたもの、キャンピングの道具がすごい便利っていうよりは質が良くて、うん、癒されて、あと高いっていうイメージで、韓国はすごい使いやすい、うん、あのコスパがいい、コスパいいね、壊れないとかあるんですけど、でもやっぱりちょっと求めるところが違う、そうですね、っていうイメージがありますね。なので韓国のキャンプ場行くと自然っていうよりはまずアスファルトとか砂利とかの上で車止めといて、まあ日本もそうなんですけど、うん、韓国はまず綺麗なところ多いんですよね。何でもできますよ。本当に乾燥もできるし洗濯もできるしシャワー温泉も何でもどこ行ってもそんな感じで超綺麗なんですよ。炊事場にエアコンついてますから、もうそうね、終わりですね話が、うん、電子レンジ置いてあるしね。そうで日本はそこまではないじゃん。あの美であればすごいありがたいみたいな、温水が出ればまあありがたいみたいな、うん、日本は結構そういうバブルの時期から作られたキャンプ場が多いですから、今はかなり古いですね、うん、ただし日本は未だにこう自然豊かな感じで人間がその中に入って、うん、入ってっていう言い方より自然に戻って自然に抱えられるっていうイメージがあるので、私はすごいそれが好き。本当に韓国は自然豊かなところに人間が作ったところに入り込むっていうイメージなんですけど、うん、日本は抱えられる、自然に囲まれるっていうイメージ。個人的には韓国はテントがあるとしたらその周りにこう木が植えてある感じなんですけど、日本はもう森の中にテントが入るような感じなんですね。ああそうね、
でも最近の若者とかちょっと常識ないやつらもうもちろん日本にいるんですよね、ええ、まあたまにいるんですよ、うん、変な車持ってきてさ、とにかく見た目からあんまり仲良くしたくない両太たちの集まりとかがいたり、とマナーがなくて音楽流したりとかのレベルを超えて、あ、いたね、 DJ の機器を持ってくるんですよ。 DJ の機器を持ってきてスピーカーめちゃくちゃいいやつ持ってきてこうやっちゃうんですよ。みんなパリピだと思ってるのかな。で韓国だとすぐ隣から文句言うと思うんだけど、ね、日本は言わないで何をするかというと考えても言わない、110番そう、ね、で警察が来て話すみたいなイメージ、う、ね、うん、まあ、たまにいますよ。いやでもそういうのちょっとやめてほしいな、うん、でも基本的にはみんなマナーがいい感じですね。そうだからまあ未だにね、あの炭のあの消し方とかもまだ未だに知らない日本人もいるんですけど、うん、でも昔からこう、まあ、定着されてる基本的なマナーっていうのはみんなあの、基本的に頭の中に搭載されているのですごいいいなと思う。それはで韓国も今はどんどん良くなっているのでこれからが楽しみですね。そうですね、綺麗なところとプラスじゃあマナーっていうのがこんなに大事なんだっていうのを今学ぶ時期ですから、うん、こういうのちゃんと学んで、より誰も自然を、まあ、満喫できるようになればなと思いますね。あと日本で欠かせないのが私釣りだと思うんですよ釣りは韓国でも好き日本でも好き、まあ、釣ってるもの違 う、 う、ね、でも何が違うかというと韓国は釣り具屋さん行くんじゃないですか、うん、釣り具屋さん行くと何を買えばいいのかわからないんですよ、うん、例えば針とかすぐ壊れたりとか、うん、針が一番ダメな壊れ方って何だと思います。なんか折れたりってあるじゃん、ダメな壊れ方、うん、針って壊れるんですよ。あの引きが強いと、うん、取れちゃう、針が取れるのもあるし、うん、取れるっていうのは多分針巣が悪いのね、糸が。あー、なるほどね。でも針が日本のやつだと折れる、うん、でも折れるのはいいやつだって、それ以上の強度はまあ仕方ないから折れちゃう、うん、でも韓国のやつはこう来るじゃないですか針が、でこれがボイーンってなるんですよこうなっちゃうんですよこれはダメでしょ、強度弱すぎでしょ、これでは魚釣れないでしょ。そうですね、はい、これは無理ですね。なんででしょうね。だから、ね、変ななんか中国産とか、別に中国をバカにしてるわけじゃないけど、安い工場とかで作って、だっておかしいのが針が100本入っていて500円とか、安いのたくさんあるから100本、うん、でも日本は3本5本7本とかで300円400円なんですよ。ガマカツとかトレイとか高いところは、うん、だからブランドたくさんあるじゃん、うん、で韓国はまずブランドごとっていうか何を買えばいいのか分かりません。何が日本製、何が中国製、何が韓国製、分かんない。あと結局日本製たまに置いてあるんですけどめちゃくちゃ高いんですよ。高いです、ね、しかもそれがいいのかどうかっていう比較が、あの釣り具屋さんの店長さんとかに聞くと知らない。なぜかっていうと釣りが好きでやってるかもしれないけど、うん、一人でその全ての釣りを知ってるわけじゃないじゃん。まあそうね、専門家じゃないし、あとお金になるからやってるだけなんですよ大体は。でも日本はまずキャスティングとか常習屋、うん、まあ、タックルベリーとか中古含めて、まあ、そういう釣り具屋さんとか行くと必ずその専門家っていう店員さんがいるんですね、うん、でかいから、まあ、シーバスです、ブラックバスです、そう何聞いても、まあ、何、うん、タイラバですとかマダイです、まあ、船釣りですとか、うん、まあ、船ですとか自分の専門のところがあって、うん、話すだけで今の時期はこれとこれかこれですねみたいな選択肢もいくつかくれるんですよ、うん、そうそう、初心者ならこれ、女性だったらこれみたいな、子供がいるとこれみたいな選択肢を出してくれるから、うん、いつも高いものを勧めてる意味でもなくて、うん、いい、そうです。なので韓国は何を買えばいいのかが数が少なくて分かんなかったのが、日本は数が多すぎて何を買えばいいのかが分かんない。だってワンコーナー全部針だから何を買えばいいのか分かんないよね。なので日本はとりあえず、まあ、釣りに関して語る人が多い、まあ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 、まあ、まあ、口だけうまいかもしれないけど、とにかくすごいじゃん、だから買いたくなっちゃう。そうです。だから日本、まあ、韓国も三面が海、日本も全面海だから、日本もね、やっぱり釣りをやると韓国人にもすごいいい経験になるし、今まで感じたことがない楽しい釣りの、ライフができると思います。次私はラーメン食べたいです。あ、ラーメンいいですね、うん、日本のラーメンね、しばらく食べてないと本当に恋しくなるんですよね、うん、で韓国は今はすごく店舗増えてるんですけれども、ラーメンの店舗ね。で昔私が日本に来てた頃は本当にソウルに、まあ、5店舗くらいしかなかったのかな。それが今カンナムにだけでも何十店舗あるんですけれども、それでもやっぱり多くの韓国の方々が日本に来たらラーメン食べるんですよね。やっぱり本場の味には勝てないと思うので、はい、私日本で好きなラーメンブランドがあるんですけれども、そこの店は本当にこうたまに食べないと
禁断の少女が。そうですね、どこですか。1ラン、あの2ラン、2ランですね、2ラン、はい、なので私は3ラン日本のラーメンはいつでも食べ続けたいなと思います。韓国はまずこの製麺っていうのがあんまりないんですね、うん、なので美味しく作ったとしても、皆さん新大久保の韓国料理屋さん行っても韓国とは違うねって分かるじゃないですか。なのでそんな感じですよ、韓国で日本のラーメン食べると、うん、やっぱり日本のラーメン食べた方が美味しい。日本の豚骨ベースの、イワシたくさん入れたこうね、コシが効いて臭いラーメン大好きです。私はアンモニアの匂いがプンプンするラーメンとか大好き。私個人的に好きなのはやっぱり九州ね。そうね、九州のラーメン大好きですね、はい、あ、これはあの10年前の私から行きたいなと思う場所ですけれども、私は原宿行きたいです。原宿みたいなところって韓国にないかもね。韓国、今はまあホームデーってよく例えられるんですけど、ちょっと違うかな。まあ、原宿といえばやっぱりファッションのメッカ的な、うん、そうね、なんか買ったグッズとかもいっぱい売ってるし、すごく当時の私は楽しかったです。ワクワクするぐらいで、うん、本当に毎日のように通ってました。原宿でバイトもしなかったっけ。そうですね、バイトも好きすぎてそこでバイトもしてました、うん、原宿行ったことありますか。原宿行ったことありますね。何してました。明治神宮行きますね。私そこは行ったことないな、うん、あとギャルとしたいっていう意味じゃなくて、ギャルの化粧を見てみたいっていうか、近くで見てみたい。いや、化粧の仕方とか日本でしたいっていうもので、それがあれなんか不思議じゃないですか。ギャルでも今あんまり見かけないね、うん、いやでも普通に飲み屋とかの人ちょっと濃かったらギャルって言いません。ギャルの定義がちょっと変わってるかも。あ、そうだから、そのヤマンバじゃなくて普通のギャル、化粧とかちょっと見てみたいなと。それも韓国人もそういう化粧がもし流行ったらみんなそれやりそうじゃん、はい、悪いと思わないし、あと一重とかの人が二重とかにもなるし、暗くなってこう小さい目のこう短縮をなくすっていう化粧方法にもなるから、そういうところちょっと教わって韓国の人にちょっと やってもらいたいというか、あの人にやってもらいたい、うん、あ、化粧がうまいから、うん、いや違う違う違う、みんな日本の化粧を韓国の女性にやってもらいたい。私は日本の公園が好きだから公園行きたいなと思います。韓国はあんまり公園ないですね、うん、公園がないね、うん、日本ってどこの町に行ってもやっぱり、まあ、半径300m 以内には公園があるような感じですよね。ただ韓国は公園は少ないんですけど山が多いんですよ。マンションの裏側がまあ全部山だったりとかするんで山はいいですね。公園って結構、まあ、公園の社会的な意味っていうのがやっぱり、まあ、お金持ちでもお金がなくてもその同じ公園を使うじゃないですか。そこでそういった違う文化が融合される場所としても働くっていうのをどっかで見たことあるんですけれども、韓国はそういった公園がなくて、その役割をしているのがカフェなんですけれども、でもそのカフェでもその300円400円のコーヒーが高くて行けない人もいるんじゃないですか。だから公園は本当に誰でも無料でリラックスできるところだし、生活ではなくてはならない存在かなって私は思います。ギャルの化粧もどうせ化粧みんなやってるから、みんなギャルの化粧できますね。あの金持ってても金なくてもできるから、みんなやってほしいですね。あと最後なんですけど、旅行、日本で旅行行きたいなと思う。まあ、海外旅行とかじゃなくて日本の国内旅行。日本の誰に聞いても自分の県が最高だぜって言うんですよ。まあ大阪、京都とか福岡とか、まあそういう有名なところ以外にも自分の県はこういうのがあって、ちゃんとこういう文化がありますみたいなのを語れるようになってるんですけど、うん、韓国はとにかく都会みたいな、自分が住んでるところをアピールができる人が少ないイメージが多いです。やっぱり韓国はね、ソウルと首都圏に住んでる人口が多いっていうのもあるし、そういうところを見ると日本はすごい羨ましいなと思って、うん、あとね、日本の若者もちょっともったいないのは、日本のいろんなところにも行かずに、ただの夢はあのハワイに行くこととかっていうのを結構思ってるんですね。でも私結構北海道から福岡、沖縄いろいろいろんなところ行ってみても、やっぱりその県ならではの魅力っていうのはあるんですよ。日本でそんなに人気ない群馬県とか私大好きなんですね。本当に群馬県、あの結構山の上から下から上からみたいな、上からの目線下からの目線、まあ、いろんな街の雰囲気とかも見えて、すごいその道路も綺麗で、自然のその緑がすごい綺麗な緑なんですね、群馬とか、うん、なのでそういうところを見てから海外行ってもいいんじゃないかと思うんだけど、日本で富士山すら行ったことないとか伊勢神宮とかも見たことないっていう人が
ただ全部なんかヨーロッパ行きたいとか、ハワイ行きたいとかで、それが日本のものよりとりあえず素晴らしいみたいな、ただ西洋のものはまずいいみたいな、ちょっと間違った見方をした、考え方を持っている人もいるんですよ。要するに嘘の人生で、それはちょっともったいない。まあもちろん、まあハワイもいいしヨーロッパもいいですね、いいけど、せっかく今日本に来てるから日本のいろんなところ行きたい、私は。そうですね、うん、伊勢神宮とか私もまだ行ったことないですけど、あとは京都とか奈良とかも行きたいし、秋田とかも行きたいし、いろんなところ行ってみたいと思います。はい、日本に来た韓国人は何がしたいのかについて話をしてみました。今日の内容が面白かったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた新しい動画でお会いできればと思います。皆さん、アンニョン。アンニョン。バイ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 。